ライアイスから出る煙は二酸化炭素ではない。水である。二酸化炭素は目で確認できない。ホワイトデーの発祥は日本であり、一部アジア圏でしか広まってない。鉛筆一本はおよそ56キロ程度の線が描ける。役目を終えた人工衛星は大気圏に突入して燃え尽きる処理をする。日本で初めてパスポートが発行された人の職業は海外公演に出かける芸人だった。猫には鎖骨があるが犬にはない。人間の目は5億6千万画素。ハワイのワイキキビーチは人工的に作られた砂浜。オーロラは北海道でも観測されたことがある。フィンランドでは法律で同性との性行為は18歳からと正式に定められている。